今日は相川七瀬のチャイナローズ、これは1999年の12月8日発売なんですね。ぶっちゃけ私一番あかん頃ですわ。アル中、もう鬱のアル中でひどい日常生活を送ってましたけれども、そんな中で不思議なことに音楽だけは作れてたんですね。このチャイナローズ、相川の作品の中でそんなに有名な曲な方ではないかもしれないけれども、私とても好きです。非常に詞といい、曲といい、アレンジといい、クオリティの高い仕上がりになってると思います。ロッカバラードっていうんですかね、ちょっと珍しい3連の曲なんですが、ブラスセクションの入り方なんかも私はとてもなんか活かしてるなと思います。これがまたね、カップリングがバブという曲とホワイトソングという曲、2曲入ってるんですけど、これがね2曲ともやたらと出来がいいんですよ。バブは、パンクな感じの曲で、ホワイトソングはクリスマスのバラードなんですけど、どっちもこれ多分アルバムには入ってなかったと思うんですけどね、っていうとても出来のいい3曲なので、もしどっかで見かけたらこのチャイナローズのシングル、ぜひ聴いてもらえると嬉しいなと思います。心のほとりに咲いて嵐の後に甘い夜に残して漂っている、愛し合った日々をもう何に責めるコメント欄に質問なり、なんかこんなことやってくれでも、なんかそういうことをね、ガンガン書き込んでもらえると嬉しいなと思ってます。意外に見てるけどチャンネル登録してないっていう人いるでしょ。せっかくだからチャンネル登録してください。よろしくね。それじゃあ。